武則天、武則天は中国史上唯一の女帝。党の皇宗の皇后となり、後に党に代わり武集長を立てた。意味川照らし。日本では、側天武功と呼ばれることが多いが、この名称は、彼女が自らの遺言により、皇后の礼をもって埋葬された事実を重視した故障である。古来より、側天と生命をはっきりさせず、呼ばれてきたが、 現在の中国では姓を冠して、不足天と呼ぶことが一般的になっている。李修と徳武士と養婦人の間に次女として生まれ、意味名を照らし、妖名を、小尾娘と名付けられたという。聖家の武氏は、当初時代の政治を担った赤老貴族集団の中では傍流に劣する家系であったが代々、財産化あったため、幼い頃の小尾娘は、父から、 高度な教育を与えられて育った。しかし、十二歳の時に、父が死去すると、小尾娘は、イボ兄といとこに敷いたげられる生活を送ることとなった。六百三十七年、大操の高級に入り祭人、火の地位、生五品となった。ほどなく、宮廷に、当三代にして、上昇、李に代わり部が栄えるとの流言がはびこるようになると、これを、竹寺氏の聡明さが、 当庁に最下をもたらすとの意ではないかと疑いを恐れた、大僧は、次第に、竹寺氏を遠ざけていった。途中、李勲仙という武将が、部が栄えるの、部ではないかと疑惑をもんで処刑された事件があったが、大僧は、李勲仙の処刑後もなお、竹寺氏と距離を置き続けた。こうした、状況下で、大僧の子である、李治む、後の構想が、竹寺氏を乱すこととなった。 大操に殺害されることを恐れた、竹寺氏は、リオサムを牢落したとおぼしく、リオサムは、盲信的に、竹寺氏を寵愛するようになる。大操の崩御に伴い、竹寺氏は出家することとなったが、額に焼金をつける正式な仏継に,になることを避け、女性の同志、羊猿道となり、同教寺院、同館で修行することとなった。その頃の宮中は定位を継いだ。 高宗のもと、皇后の王子と、高宗が長愛していた、少宿比が対立し、皇后は、高宗の長愛を、少宿比からそらすため、高宗に、竹寺氏の入り口を推薦した。竹寺氏が将棋、高級における上から五番目の地位として高級にいる、宮やすると、高宗の長愛は、王皇后の狙い通り、少宿比からそれたが、王皇后自身も、高宗から疎まれるようになった。 英紀六年、655年6月、構想は、竹寺氏を、将棋から、新たに設けた、新妃皇后に次ぐくらいにさせようとしたが、最初、肝炎と傷みの反対で実現はしなかった。同年、中所とねり、李義夫などの側近が、皇后配立と、竹寺氏用立の意図を示し,し、元慶宗、蔡義元、円光由良の大臣が結託して、構宗に、 武寺氏立候の上層文を送った。高宗は、王皇后を拝して、武寺氏を皇后に立てることの是非を重心に加問した。この時の朝廷の主な人物は、大宗の皇后朝村氏の兄で、高宗の叔父にあたる朝村向き、大宗に信任されて、常に直言をしていた、貯水量、高宗と同じ北州や柱国出身の牛、安氏大宗の下で、 特決討伐などに先行を挙げた、リー・サオの4人であった。家門に対して、町村向きと貯水量は反対し、ウシネイは賛成も反対も言わず、リー・サオのみが、皇后の配立を消極的に容認した。10月13日、11月16日、皇僧は証書をもって、陰謀家族の罪により、王皇后と、 正宿比の二名を庶民に落として、罪人として投獄したこと、及び、同二名の親族は、簡易剥奪の上峰南への流罪に処すと、宣告した。その七日後、高僧は再び少々発布して、武寺氏を立候補するとともに、還元した貯水量を、単州都督へ左遷した。十一月初旬、皇后になった武寺氏は監禁されていた王子、全皇后と称し、 埋宿費を根杖で百叩きに処した上、処刑した。武功豪は構想に代わり、水連政治を行った。武功豪は、自身に対する有力貴族、赤老貴族集団の積極的支持がないと、自覚していたため、自身の権力を支える人材を引き続そ層から、積極的に投与した。この時期に投用された人材としては、敵人欠、洋高し、 調節などがいる。これらは低い身分の出身であり、貴族成果では宮廷内での出世が見込めない人物だった。武功号は人材の採用にあたっては身分のみならず才能と武功号への忠誠心を重視した。楊高志と僧は後に幻想のもとで調整を行い、改元の地を導いたが、調節は評価の分かれる最小である。県警5年。 660年、白木の西願を入れ九だら討伐の軍を起こし、九だらを滅ぼした。和国、日本、旧九だら連合軍と、竜神器率いる東軍が戦った白井口の戦い、白月の絵の戦いにも勝利し、その5年後には孤立化した高栗を滅ぼした、東の高栗出兵が、武皇后の防政と栄衆と得、く、長文の横暴により、 喫炭が大規模な反乱を起こして、河北へ侵攻するなど、両党、両政の情勢はかえって悪化した。出自を問わない才能を発掘する一方で、武功号は、娘の太平公主や説、懐頃木、超氏、師、正州兄弟といった、自身の長身、武三氏、武正氏ら親族の武氏一族を徴用し、戦王を招いた。また、盟心のもと、慶などを任用し、 そこなしの密告政治により反対者を排除した。そのために、大春進、作元礼のとばかりか、宗教、ラオリ行の作者らのようなもともと法律に通行した国が総じて反対派を監視する恐怖大国を行った。この状況に構想は、最小を招いて、武功号の廃校を計画するが、武功号は、計画を事前に察知し、皇帝の権力奪還を許さなかった。 行動元年、683年、高宗が崩御すると、大使の李武氏、中宗が即位するが、中宗の皇后医師が血縁者を養殖に登用したことを口実に、太平皇主を使って中宗を廃位し、その弟の李丹、英宗を新皇帝に擁立した。英宗は、武功の建政の下、苦九月に甘んじることを余儀なくされた。武天の王に対して、 皇族は、男性、女性を問わず次々と挙兵に動いたが、いずれも打ち破られた上に、俗滅の惨状を呈した。民衆は武功に恐怖を感じ、調整も生活を困窮に至らしめ多くの浮き戸や、逃げ戸を招いたが、農民放棄が起こるほどの情勢ではなかったため、反乱軍に同調する者は少なく、大勢力には発展しなかった。この時に反乱軍の激文を、 詩人の楽品王が書いたが、その名文に簡単した不足点が、このような文才のあるものが、感触につけられずに流を落としているのは、最小の責任だと言ったという逸話がある。その時最小は黙って返答しなかった。当創室の挙兵を打ち破った後、武功は、女帝出現を暗示する、予言書、仏典中の大文行に固くして創作された義教を全土に、流布させ、 また、集大に存在したとされる、平等、聖天使がここで聖を行ったを、宮城内に建造させ、権威の強化を図り、定位三奪の準備を行った。天寿元年、六百九十年、武功は自ら定位についた。国号を、宗都市、自らを、聖人の御門と称し、天寿と改言した。英宗は皇太子に格下げされ、理性に変えて、武政を与えられた。 この王朝を、武州と呼ぶ、国号は、州であるが、古代の州や北州などと区別するためこう呼ぶ。提出を、老子の末裔と称し、道先不語だった、東を朝と異なり、不足天は仏教を重んじ、朝廷での席字を、不先道後に改めた。諸事の造営、鬼神を盛んに行ったほか、自らを、弥勒菩薩の生まれ変わりと称し、このことを記したとする。 大運量を作り、これを収める大運教授を全国の各州に作らせた。不足点の知性において最も重要な役割を果たしたのが、高想の時代から彼女が実力を見出し、徴用していた機体の迷信、敵人血である。不足点は敵人血を最小として用い、その的確な還元を聞き入れ、国内外において発生する難題の処理にあたり、 成功を収めた。また、知性後半期には、陽高し、うなどの実力を見抜いて、これを養殖抜擢した。後に、この二名は、幻想の時代に、戒厳の地を支える名人と称される人物である。不足天の知性の後半は、敵人傑らの推挙により、スーの有能な管理を投与したこともあり、喪失の混乱とは裏腹に政権の基盤は盤石なものとなっていった。 晩年の不足点が病床に伏せがちとなると、宮廷内では、党復活の機運が高まった。不足点は、不正にこだわって、おいに定位を譲ろうとしていたが、こを差し置いて、おいに譲るのは礼に反するとの敵等しの反対で断念していた。ことはすなわち、皇層との子であり、当朝の復活となる。当時、不足点の長愛を受け応募を極めた、懲役し、 マサ兄弟を除くために、新流元年1月24日、705年2月22日、最初、長官氏は中宗を東宮に迎え、兵を発して、長兄弟を切り、武即天に側天大政皇帝の尊称を立てまつることを約束してくらいを退かせた。これにより中宗は福井し、国語を元に戻ることになった。しかし、武氏の剣族は、立志喪失を筆頭とする。 東朝貴族と密接な隕石関係を構築しており、武則天自身も大豪としての立場を有していたた、東朝最高に伴う粛清は、太平公主や武三氏などには及ばず、名脈を保った。その後間もなく、武則天は死去し、七百六年、新流二年五月、官僚に抗争と合僧された。当代の三角僚は、大師の大乱には去るとも劣らない。 幕引きの平乱の最中、県庁院の温東にすべてが洞窟される羽目にあったが、官僚の身は発掘予定の夏に激しい雷雨が数晩続き、不成功に終わったという。遺書には、抵抗を取り去り側天体制工業と称すべしとあったと言われる。東朝での死亡はその後も変遷を経る。不即天は、除血として長く人々の関心を集めてきたため、 人柄を伝える多くの逸話が残っている。この項で記したもの以外に、本記事の中なども参照のこと。不足点が生まれて間もない頃、円高しずなという名同士が来て、彼女の層を占った際、人相を見た円天皇が、この子供は必ずや天に昇るであろうと述べたという伝承がある。その伝承によれば、父が将来の皇后となることを期待して、不足点に、 高度な教育を与え、幼名を、小びむすめと命名した理由には、乳児としての不足点の容姿が、極めて美しかったことだけではなく、その予言を信じたこともあったとされる。また、死者の伝えるところによれば、少女期の小びむすめは、漆黒の髪、特徴的な切れ長で大きな目、雪のような肌、桃色の唇、バラ色の方、大きな胸、見る者を魅了する、小び笑い。 そして聡明な頭脳を備えていたとのことである。称号や孫号、都市の名前など、人や事物に対して、伝統的に使用されてきた故障に改変を加える、ことを非常に好んだとされる。二は、皇帝と皇后をそれぞれ天皇と天皇とした。この解消の狙いは、天皇と天皇という相互に悲見する辞儀を持つ、組み合わせへと孫号を改めさせることで、皇后が、 国政に介入しているに過ぎない状況を、天皇が正当かつ正当な支配権を行使している状況へと変貌させ、現状における事故の政治への介入状況を追認させることにあったと言われる。自明の解消の例は、洛用を信徒とした例や、自らの出身権である分水権を武教権と改めた例などあり、不足点の思想を反映するとともに、皇帝である自身の権威を高めることや、 あまり価格の高くなかった成果の竹士の権威を高めることなどを意図したものが見られる。不足点は漢字の改変も行い、足点文字と呼ばれる新しい漢字を作っている。その数は20字程度であり、今日使用されることはほとんどないが、国の字は日本で徳川光国と本国字に使用されている。この改変は国が国構えの中に、 枠を含むことを不足点が意味嫌ったもので、その代替として国構えの中に発砲を加えたものである。他にも自らの名の章の代替として空の上に一月を並べた名空を造じしており、いずれも思想的な理由に基づくものだった。不足点はまた言語をも頻繁に変更した。言語に関しては下記の一覧を参照。点文字があるもの。 印の言語以下の使用例参照は通常の文字に戻した。改元四年七百十六年に不足点の子であった大乗皇、英宗が没すると、元宗は不足点の死亡から皇帝を除き、不足点の政策の否定や彼女や武氏に粛清された人々の名誉回復に動き始めた。後世の中国社会や文人界においては女性でありながら、 君県の上に君臨し、当室の定位を散脱した不足点の政治的変歴に対する評価はおおむね否定的であり続け、散脱に失敗した以降の行実と合わせて部位の災いと呼ばれるなど、負のイメージで語られることが多かった。姿生中の自責に関しても、彼女が姿勢した時代に浮き戸や逃げ戸が増大したこと、伝石の把握が、 なおざりになって、温殿の増加と近殿制の実施困難を招いたこと、自身の氏族を養殖につけて、政治を欲しいままにしたことなどについて、現在も厳しい評価を受けている。一方で、長年の課題であった高栗を滅ぼし、党の安定化に寄与した事実は見逃せない、功績であるが、それは構想がまだ重篤に陥っていなかった668年のことである。また、 彼女が権力を握っている間には、農民反乱は一度も起きておらず、上岸の末より個数が減らなかったことから、民衆の生活は、それなりに安定していたと見る向きもある。加えて、彼女の人材投与能力が、後の歴史家も認めざるを得ないほどに飛び抜けていたことは、事実であり、彼女の投与した数々の人材が、幻想時代の戒厳の地を導いたことも特筆に値する。 歴史上にもわずかながら、彼女について、不明と言うべからずと評した、南宋の子を進む、毛沢東が愛読や、女中英子と評価した信頼の長翼、現有制度の打破を叫んだのように、不足点に対して肯定的な評価を下したものも、存在した。毛沢東夫人で、文化大革命を指揮した後世に至っては、毛沢東の死後に、後継者にならんとする野望を持っていたため、名実ともに、 中国の国政を握った不足点を自らに重ね、これを称賛する運動を起こした。厚生と文革は共産党に否定されたが、不足点を主人公とした連続テレビドラマも制作された。は、日本公開は、日本未公開の作品。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。